はい、ジョーです。明けましておめでとうございます。ということで今年もよろしくお願いいたします。2023年がスタートしておりますけれども、まあ僕はいつも通りでございます、普通に生活してるし、普通にホール行くしみたいな、まあまあ行けるホールも少ないけどね、行ったりしております。ということで今年は去年以上にやりたいことがたくさん、そして初めてチャレンジするイベントもあったりと、楽しみがいっぱい詰まりつつ心配やなってところもあるような1年になるのかなと思います。まあ、このチャンネルのことを言うと、去年収益化ができて、そこからどうやって伸ばしていこうかっていうので、ものすごくね、まあいろいろと知識、そこからね新たに深く掘って入れたりとか、いろいろしたりとか、もちろん去年のね最後の動画見てもらった方は分かってると思うんですけど、まあ、この動画もそうやと思うけど、ちょっとテイスト変わってるでしょ、ちょっと変えたりとか、まあその辺いろいろと工夫しながらねやってったり、まあ、YouTube のこのチャンネルもおろそかにしないようにやっていこうかなっていうところでございます。でやっぱり年末とかねライブとかやってるんで、そういうのもちょこちょこ増やせたらいいなと思ってます。やっぱり時間の使い方がまだまだ甘いなと、もっともっとスケジュール管理して、休むところは休むでしっかり作りつつも、詰めるところは詰める、もっともっとこのストイックになっていかんとあかんなっていうところは去年すごく感じたので、もっともっとちゃんとスケジュール管理してガチガチに詰めたりとか、休むとこは休む、メリハリつけるような動き方を目指していこうかなと思います。で YouTube のチャンネルを通してやっぱりいろんなところに行ったりもしたいなと思いますし、いろんな方とお会いしてお話ししたいなっていうのもあったりしますし、タイミングと出会いとっていうところでどうなるかわからへんけど、いろいろ皆様もね楽しめるようなやつをしていきたいなと。本当に今年はチャレンジの1年かなと。多分毎年チャレンジの1年やねんけどね、でもそれが同じようなチャレンジじゃなくて、去年やったのを超えるチャレンジをする1年っていうところでしょうね。一声どころじゃなくて二声ぐらいレベル上げれるような、そんな感じで考えてます。まあここから僕もブリーディングでね、レオパのクーリング入れなあかんかったりとか、休む暇はないですけど、突っ走るところは突っ走る、休めるところは休む、そんな感じで今年1年ね楽しんでいこうかなと、そしてこのチャンネルで楽しんでもらおうかなというふうに思います。ということで今年の抱負というか、こんなこと考えてるよっていうのをね、まあざっとお話ししました。とりあえず次の動画からはいつも通りに戻っちゃうんで、もう1月の気分とかもねえよってところでやっていきます。今ねちょっと1日の流れっていう動画も作ってたりするんで、気になる方は動画アップロードされたらまた見てください。結構言われるんですよね、お前どういう生活してんねん、どういう生活リズムやねんって、どういう生き方しとんねんって言われるんですけど、もう見せるよ、とある1日やけどね、それが毎日の動きではないけど、こんな感じだよっていうのをね分かってもらうのを今撮影してますので、まあ気になる方見てもらったらいいかなと思います。まあちょっとガチャガチャするところの音も入るかもしれんけど、それ勘弁してね、だってそれが僕の生活なんで、ガチャガチャしたところ行くんでね、って感じです。はい、ってことで今回はこれで終わります。今年もねどうぞよろしくお願いいたします。ではまた。